畑に行きたい。綺麗な。やばいほどハッピーターン。いや元気いっぱいですね。始まった始まった。こんばんは、やばいほどハッピータイムの時間です。時間です。今日はですね、初めてです。はい、パーソナリティを務めさせていただきます、ハッピー丸山です。丸山、よろしくお願いします。はい、アシスタントのミラクルサリーでーす。そしてラジオドラマハッピー丸山くん応援隊の今日は白間あずさでーす。あずさちゃん、サリーさん、あずさちゃん、いよいよ始まりましたね。始まりましたよ、ね、初回放送。ワク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 してきましたね。どんだけやばいんだか、どんだけハッピーなんだか。はい、ね、うん、これはね、この番組って会社に働く人とか、うん、社長さんとかにお役に立ちたいなというふうに、この番組を、ね、お役立ち番組、はい、お役立ち番組、はいはい、やばいぐらい、はい、はい、そこでですね、うん、今会社で働く人の最も大きな悩みは、あずさちゃん、何だと思いますか？やっぱり何だろうね、人間関係とかですかね。そこやっぱ難しいとこだよね、はい、そうだよね、うん、人間関係なんだよね。そう、そう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 、そういうのがうまくな、ね、うまくいかないと結局やる気なくなっちゃう、モチベーション。そうそうそう、ね、そうなるとどうなっちゃうんですかね。ね、うん、会社でね、コミュニケーションとかね、うん、それが良くないと、うん、もうそこの会社を辞めてしまったりとか、うん、そうそう、メンタルがね、行きたくなくなっちゃうもんね。メンタルでね、病気になっちゃう人もいるよね。そしてね、うん、もうね、モチベーション下がるとね、うん、従業員さんがね、どんどん辞めちゃって、もう会社自体が危なくなってくる、うん、暗くなっちゃう、まあ そういうとこありますよね、うん、なるほどね。だから少しでもね、うん、このやばいほどハッピータイムで、うんうん、なんかね、はい、元気になってワクワクして、仕事いいな、人と交わるのがいいなって、モチベーションアップして、うん、そしてね、あの利益がどん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 上がる。そうですね、まあ、そういう風なね、そういう方向に持っていきたいですね。はい、はい、まあ、いいなって、はい、そういう風に思う。素敵なゲストの方をお迎えして、はい、それからラジオドラマもありますよ。よろしく、最後までお楽しみに。はい、はい、ゲストコーナーです。はい、ゲストコーナーです。こちらです。このコーナーでは、はい、コミュニケーションに関わる専門家、経営者、管理者、人事の方々をお招きして、コミュニケーションについてのお話をお聞きします。はい、今日の第1回目、すごいゲストをお招きしました。やばいぐらいすごいです。はい、やばいですよ。90年以上の歴史のあるリーダーシップとコミュニケーションを学ぶ NPO 団体で、この6月まで日本の最高責任者をされていた東君成さん。東さん、ようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました。大歓迎。お忙しい中、ありがとうございます。超ご多忙な方ですよね。そうなんですよ。いや、記念すべき第1回に、はい、もうね、おいでいただいて、もうね、前からね、サリーさんと、はい、あずさちゃんがね、いろいろね、もう質問をね、こう、うん、そうなんですよ。どんだけビッグな方に ね、はい、ね、来てもらったっていうことで、もなんか聞きたいこといっぱいなんです。スピーチのね、はい、カリスマですから。すごい憧れちゃうね。もうどんどん聞いてください。はい、そうですね。まずそのトーストマスターズクラブが私たち分かんないよね。分かんないです。そうなんですよ。どんな組織になりますか？あの、私も16年前トーストマスターズクラブに入る前までは全然知らなかったんですよね。あ、 そうなんですね。はいはい、で、まあ、簡単に言うとですね、あの、社会人のためのスピーチを学ぶサークルだと思っていただくのが一番分かりやすいと思うんですね。で、スピーチを学ぶっていうのは、じゃあどういうふうにやるんだってことなんですけれども、あの、トーストマスターズインターナショナルっていうところが作ったテキストがあります。で、それに基づいて家でスピーチを書いて、で、あの、トーストマスターズクラブの例会に来て、そこで自分が作ったスピーチをみんなの前で発表して、スピーチが終わったら今度はそれに対してのフィードバックをもらえる時間があるんですよ。で、そうやってスピーチをどんどん上手くなっていく、そういうサークルだと思っていただくのが一番分かりやすいかと思います。あ、なるほど。うん、そのフィードバックをね、いただくときっていろいろ言われちゃうと気の小さい人はへこむんですけど、どうしたらいいですか？初めて私がスピーチをやったのがちょうど16年前の9月だったんですね。で、私、その最初に入ったクラブは英語でスピーチをやるクラブだったんですよ。で、英語で、あの、英語でなんか会話をするとか、それはもう仕事でやってますけど、スピーチをやったって経験は私全くなかったんで、
もう必死で A4 の紙を埋めて、うん、必死で覚えて、うん、そしてそのトーストマスターの霊界にそのスピーチを持って行って、うん、で結局読みながらスピーチをしたわけですよね、うん、でスピーチ終わって、はい、他の方もスピーチされて、はい、休憩があって、はい、じゃあいよいよフィードバックタイム、うんうんうん、サリーさんの気持ちと同じです。私どんなこと言われるんだろう、ドキドキしてました、うん、ところがびっくりしたのはものすごくですね優しい、私のスピーチのいいところだけを、うん、褒めてくれる、私も気づいてないところどんどん褒めてくれてですね、ものすごくやる気が出たんです。でいい気持ちになって、そこでちょこっとこういうふうに改善したらもっと良くなるよ、うんうんうん、そういうスピードバックをくれたんですよね。素敵、こうやる気にね、やる気が、はい、ちゃんとモチベーションが上がるようなフィードバックをくださるんですね。そうなんです、だからそれトーストマスターのお約束なんですよ、うん、決してダメ出しをフィードバックの中ではやらない。みんなの前でやるときは必ずその相手の良かったところ、うん、それからもっと良くなってところですね、うんうん、そこをフィードバックしてやる気を出させる、そういうところ大事ですね。大事ですねやばいですよ、やばいですね、うん、あ、そうなんですね、はい、褒められて伸びると、褒められて伸びる、そうですね、うん、でもそれが一番いいかな、ね、気持ちもいいし、うん、やる気になるし、うん、そうですね、うん、自信もつきますしね、うん、自信なかったのに、うん、そういうことを、そういうフィードバックをどんどんやっぱりいただいてると、うん、あ、俺ってもうちょっとまんざらでもないね、うん、勘違いも良かったかなと思います。あ、なるほど、はいはい、じゃあそういう期間を経て、はい、今こういうスピーチのね超ベテランになられた、うん、それまでのこうストーリーというのはどうやってこうトップまでこう上がられたんですか。はい、16年前トーストマスターズに入った時っていうのは別に私スピーチ上手になりたいって全然思ってなかったんですね、当時勤めていたある外資系の中で英語で会議を毎週やらなきゃいけなかったんですね。プレッシャー。そうなんです。で英語で会議の司会なんかやったことがなくて、それで非常に困り果てて、最初のうちはですねインドから来たとっても優秀なエンジニアに頼んでやってもらったんですけれども、上司にねお前がやるんだよって叱られまして、それで英会話学校に行ったり、インターネットで探したりしているうちに、たまたま家のそばにですねトーストマスターズクラブがあるっていうことに気がついて行ったのが最初だったんです。そうだったんですか。家のそばにたまたまあったんで、ですね、で最初のうちは本当にスピーチは興味なかったんですけれども、入会してですね翌年の5月に、日比谷でですね、トーストマスターズの全日本のスピーチコンテストがあったんです。で日本語のコンテストと英語のコンテストがあったんですけども、当時私は英語のスピーチしか興味がなかったので、英語のスピーチを見てたんですね。そうすると外国人それから日本人、10人ぐらいの方がですねスピーチをされてて、優勝された方が日本人の50代後半の方だったんですけども、井上俊幸さんっていう方なんですけどね、英語のスピーチだったんですけども、凡事徹底っていうですね、平凡なことを徹底的にやる、そういうタイトルの、もうそのまま凡事徹底っていうのをタイトルのスピーチだったんですけども、このスピーチがもうとにかく笑わせて、最後にクライマックスを歌で締めて、それやばい、それでぶっちぎりで優勝してですね、私こんなに人を楽しませてね、で優勝できるいい気持ちになれるんだったら自分もしぜひやってみたいと思って、そこからスピーチを頑張るようになったんですね。でトーストマスターっていうのはスピーチだけじゃなくてリーダーシップを鍛えたりとか、いろんなそのコースがあって、今までの16年間振り返ってみると、少しずつ例えばその自分が所属しているクラブのリーダーをやったり、それから4つぐらいのクラブが集まってエリアっていうそういった単位があるんですけど、そこのリーダーをやったり、あるいはスピーチコンテストに出たり、そういうのを繰り返しているうちに、やっぱりそうですね、10年ぐらい経ったところで、自分はこのトーストマスターからものすごくいろんなことを得た、じゃあ恩返しをしたいっていうことで、じゃあもうそこからはですねコンテストに出るっていうのはもうやめて、で恩返しの方に回ろうっていうことで、この日本のトーストマスターをこう統括する、そういったディストリクトっていうそういう組織があるんですけども、そちらの方に入っていった。その前にあれですよね、はい、
世界大会に2回出られてるというふうに。世界大会の予選の方ですね。全国大会、日本の全国大会で優勝されて、世界大会の方にも出られてる、それも英語ですよ。英語で。ね、凡事徹底。凡事徹底ですね。すごいですね。1回目が2007年 の、うん、あのアリゾナのフェニックスというところの大会だったんですね。もうここはあの緊張しまくりでしたね、本当に、やばいほど緊張、ものすごい緊張しまくり初めてでしたから、はい、であの結局タイムオーバーして4秒のタイムオーバーで失格しました。厳しいんだ。やっぱりそこは非常に泣きましたね。で翌年もうちょっと頑張ろうということで、あの翌年は2008年、カナダのカルガリっていうところであった大会でした。そこはタイムオーバーしなかったんですけどね、入賞もしなかったですけれども、自分の中では前よりもいいスピーチができたなと。それはすごくいい経験になりました。すごい経験を生まれてるんですね。なんか人の前でスピーチしたりねするときに、なんか緊張しちゃうとか、何話していいか分かんないっていう人にワンポイントアドバイスって何かありますか？はい、あの私たちレベルでお願いします。はい、世界レベルじゃなくて、いえまずですね、緊張するっていうのはとってもいいことなんです。いいこと？とってもいいことなんです。ですんで間違っても、あの緊張する、それから上がりを、あの克服するっていうのは私はしない方がいいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらですね、はい、最後に東さんにとってのコミュニケーションっていうのはどのようなの？はい、うん、難しい質問なんですけども、一言で言うと接着剤ですね。接着剤。なるほど。人と人と接着剤。接着剤。はい、接着剤。くっつく接着剤。ちょうどね、25年前の今日なんですけれども、あの長男の優也が生まれました。今日優也長男の誕生日なんですよ。おめでとうございます。ハッピーバースデー。で、初めて、あの病院に行って優也を見た時なんですけど、まあ分かんなかったんですけどもね、やっぱり抱っこをして、そうすると赤ちゃんでもなんかこうコミュニケーションを取ろうとする、そこでなんか家族になって、なるほど、で接着剤としてくっついてきたな。ありがとうございます。素敵なお話。楽しいお話。丸山くん第1話。夏だね、ハッピーだね。お日様が一段と輝いて、惜しみなく僕たちにパワーをくれる。腕を広げて深呼吸だ。ハッピー丸山です。お電話ありがとうございます。おお、相変わらず元気だな。山田です。ああ、山田、元気にしてるか。なんだい、飲み会のお誘いかな。いや、今日はさ、ちょっと相談があってね。今いいかい？ああ、もちろん。どうしたんだよ？実はね、とっても優秀な部下が突然会社に来なくなっちゃってさ。ほら、何回か丸山のハッピーセミナーに連れて行って真面目にきっちりレポート書いてたあの中川くんなんだ。ああ、飲み会でも気配りバッチリの好青年だった中川くんか。そうそう、きつく叱ったとかそういうのが全くなくて、入社してからも無遅刻無欠勤だし、元気でよくてさ、残業も頑張ってくれるし、本当にいい新人が入ってきて助かるなってみんなで言ってたくらいなんだよ。だから会社に来なくなった原因が全然思い当たらなくて、これはハッピー丸山にお願いするしかないと思ってさ。おお、まさしくハッピー丸山の出番でございます。中川君を訪ねてみるよ。原因が分かったら連絡するから。こんにちは、丸山です。あすいません。どうぞ。ああ、だいぶ辛そうですね。1週間ほどこの咳が続いてまして、夜も眠れないんです。でしょうね。まずはお水を飲んで。あ、はい。中川は穏やかな雰囲気の丸山の顔を見て、ちょっとほっとした気持ちになった。ゆっくりお話伺いましょうかね。入社してから今までに体調を崩したことは？
はい、入社してから3ヶ月目くらいの時にやっぱり咳が出て痰も出てちょっと疲れが出たのかなくらいに思ってそのまま仕事を続けてたんです。それで今回もそう思ってたんですが、前よりひどくなっちゃってとうとう会社休むことになってしまいました。なるほど、そうだったんですね。病院で薬もらってもあんまり効かなくて、マッサージとかスピリチュアル療法も結構遠くまで受けに行ったりもしたんですが、結果この状態です。丸山はこれは過度のストレスが継続したことによるエネルギー切れ、いわゆる燃え尽きた状況によるものだと直感した。丸山は弱りきっている中川にさらにゆっくりと水を飲ませ、気エネルギー調整の施術を始めた。中川君、力を抜いて楽にしてくださいね。ああ、だいぶ頑張っちゃった体ですね。でも大丈夫ですよ、1週間もすればだいぶ良くなりますから。良くなったら今までと同じことをしてたらダメですよ。徐々に復帰していきましょう。メンタルの状態は体に現れてくるんです。入社3ヶ月目の時に体調が悪くなったのはこのままのやり方じゃダメですよっていうサインだったんですよ。そうだったんですね。しんどいって思ってたんですけど、ここは踏ん張り時なんだって思って頑張んなきゃ頑張んなきゃって思ってました。そのサインを無視して心も体も酷使してきたから今回より強いサインを出してきたんですね。これからは体が出してくるサインに敏感になってください。体が出してくるサイン？そうですよ。体と心が今のやり方ではダメだというサインを出しているのですから、そのサインにちゃんと答えてあげましょう。そんなに頑張らなくても自分を認めてあげることです。自分を認める？小さいこと一つ一つ認めて自分を褒める。それはどんなに小さいことでも成功と感じること、どんなに小さなことでも幸せと感じることなんですよ。今まで成功や幸せのレベルがすごく高いところにあって、いつも自分はまだだまだだと思って認めることができなかったんじゃないですか。それとね、すべてのことに楽しみを見出しながらやるんです。そうすればストレスなく疲労感が少なくエネルギッシュに過ごすことができますよ。遊び心がポイントです。遊び心ですか？遊び心ってね、心の潤滑油なんですよ。ほら、機械のギアも潤滑がないと擦り切れちゃうでしょ。人間の心も同じなんですよ。そうか、なんか僕潤滑油なさすぎてギクシャクしてたんですね。錆びる前にハッピー丸山さんに見ていただいてよかった。だいぶエネルギー入ったかな。顔色良くなりましたね。中川はその後1週間のうちに2回ヒーリングと心理コーチングセッションを受けました。ハッピー丸山くんからの今回のメッセージ。コミュニケーションには2種類あります。一つは自分以外とのコミュニケーション、そしてもう一つは自分とのコミュニケーションです。このうちつまずきの多くは自分とのコミュニケーションなのです。ハッピー丸山です。お電話ありがとうございます。山田です。いや、ありがとう。中川くん、今日から出社してきてね、また元気に仕事してくれてるよ。なんか前より笑顔が良くなってさ、営業も行けるんじゃないかって思ってるんだよ。おお、元気に復帰できて何よりだね。本当に丸山のおかげだよ。ところで中川くんが周りの同僚にさ、油切らさないようにとか、体のサインは大丈夫ですかとかって言ってるんだけど、何を話したんだい？そうかそうか、さすが中川君、頼もしいっていうかとっ
でも素直なんだな。まあ山田も頑張りすぎてる部下には潤滑油のチェックをしてあげてよ。だからそれ何の話だよ。じゃあ中川君の復帰に乾杯といきますか。おう行こう。しっかり教えてもらわないとな。今夜はうまいビールが飲めるぞ。今夜もやばいほどハッピー。はい、ハッピー丸山くんでした。東さんありがとうございました。東さんのお声が若くていやいやいやびっくりしちゃった。いい山田くんでしたね。やばかったですね。やばかったですね。いやハッピーになりました。ありがとうございました。やばいほどハッピーな。やばいほど上司でございます。ね、第一回目、ね、うまくいきましたね。よかったよかった。どうですか。こうやってみられて。ね、突然ラジオドラマだったからすごい方にお願いしちゃってすみません。いやいや、まず楽しかった、すごく楽しかったです。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ラジオドラマ初めてだったんですが、さっき言ったように緊張をエネルギーにしてやることができました。すごく良かったです。良かった、生本番ですからね。普通ね、そうそうそう、さすがね。そうだって放送この、今の放送まで2回しか合わせてないんですよ、私たち。 それでこうやってしまうというね。いや、やばいですね。この無茶ぶりをちゃんと受けていただいて、ご対応いただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどね、お話のちょっと続きをね、あの接着剤いいお話とても伺ったんですけれども、ゲストの方をね、あの教えていただいてなかったんですが、あ、次のコーナーで伺います。はい、ありがとうございます。はい、エンディングですね、丸山さん。早いですね。もうあっという間です。あっという間です。いや、東さんありがとうございました。ありがとうございました。本当にいいお話を聞かせていただいてありがとうございます。そしてドラマにもね、挑戦していただいて。たくさんです。次回ですね、次回のゲストのご紹介をしていただきたいんですけれども、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。私のトーストマスター仲間のマシューオンビーさんです。あ、マシューさん、はい、マシューさん日本人じゃないですね。日本人じゃないですね、はい、マシューオンビーさんは、まあ、アメリカ人なんですけれども、はい、トーストマスターは確か18年、19年、20年近くされている方です。で、日本に滞在してかれこれやっぱり16、7年ですかね。あの日本語ペラペラで、よかった、よかった、バラ、バラっていう漢字が書けるほど、書ける、私危ない、危ない、書けるきれい、書けないかも。彼はその得意な日本語を駆使してですね、あのファシリテーションですとか、うん、コーチングセッションで日本のトーストマスター仲間、それから日本の人たちのね、あのコミュニケーションとか、まあ、いろんなものをね、あの助けてくれて、素晴らしい仲間です。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、この次またすごくね、ね、楽しみですね。すね、はい、すごい方がトーストマスターズですけれども、うん、はい、はい、あずちありがとう。あ、そうです、その感じ。バッチリですね。バッチリでーす。はい、Google でトーストマスターズと入れてググってください。はい、そうするとですね、トーストマスターズのホームページに出ますんでね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひですね、トーストマスターを通じてですね、あのリーダーシップとコミュニケーション、そうですね、コミュニケーションにお越しをお待ちしております。ですね、悩んでる方とか、でもさっきのフィードバックのお話もね、やっぱりこう、あのこうダメ出しじゃない感じが、ちょっとなんか敷居高くても、だったら行ってみようかなって気になるじゃないですか。褒めての、褒めてもらいたい人は行くべきです。そうですね、はい、話でした。ありがとうございました。はい、そして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 、はい、エンディング次回は、今日あれですよね、はい、音楽、うん、うん、音楽、はい、はい、今日の、オープニングとエンディングは狩原陽介さんが、うん、はい、作ってくださいました。 それからラジオドラマの方は、ね、狩原さんの音楽と、それから兜さんの音楽を、ね、使わせていただいています。いい、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さて、次回ですが、はい、次回は、次回はですね、はい、9月ですね、はい、9月の第1水曜日、はい、ということでですね、はい、ますので、ね、はい、プロデューサーは今日は幅さんでした、はい、次回もお楽しみに。やばいほどハッピーターン、ありがとうございます。 Thank you!